紫として知られる色合いについてしばし考察してみたいこの紫という色は男子女子の区別なく甚だ評判のよろしい色である皇帝の玉座にあるものは紫こそチンが衣にふさわしき格別の色なり などとおっしゃられるし紳士であればどこの紳士も赤と青からなるこのみやびな色に目を奪われてしまうまた王子を刺して紫の家柄に生まれし者と呼ぶこともあるがそれは戦痛に襲われた王子の顔がみるみるうちにあの高貴な色合いに染まるからだ。 だがそれなら木こりの家の団子っっなの小僧の顔とて同じこと。一方ご婦人方もこの色には心ときめかす。ただしその色が世間ではやっていればの話ではあるけれど。さてさて目下その紫の服がしきりと着用されているのだ。道行く人を見れば一目瞭然。 もちろん他の色も紫に劣らずおしゃれではある。事実筆者も先日オリーブグリーンの薄い毛織の服に身を包んだご婦人を見かけたがそのお方の三段ひだのスカートには絹布でひし形模様が織り込まれそしてレースの肩掛けの下はギャザーのついたベストと袖の中ほどを縁飾りのついたレースの紐で絞った パフスリーブのブラウスといったそれはそれは大層な魅力的なご婦人であっただがやはり紫も多く見かけるのだ嘘でも何でもないどの日の午後でもいいからぶらりと23丁目を歩いてみることだそんなわけでシナモン色の髪ととび色のパッチリした目を持ち ビーハイブの商店に勤めている娘メイダは同僚のグレイスにあの模造ダイヤのブローチを身につけ口元から四重八花の匂いをプンプンさせているグレイスに言ったのだった「私ね感謝祭の日は紫色のドレスにしようと思うのそれも注文仕立てのドレスにね」「あらそうなの?」そっけなく答えたグレイスではあったが ついうっかりと M サイズの手袋をいくつか S サイズ用の箱にしまい込んでしまったまあ私なら赤を選ぶわね5番街あたりじゃ赤の方を多く見かけるわよそれにここの男の人たちってみんな赤がお好きのようだし誰が何を言おうと私には紫が一番だわそれにね シュレーゲルさんが8ドルで仕立ててくれるって言ってくれたの素敵なドレスができそうだわスカートにはひだをつけて上着はレース時に金の縁取りをしてもらうでしょそれから白い襟のところには2本のバッカねグレースが下り顔でウインクする飾り紐のついた左前の白いベスト それから上着にもひだを入れてバカね、本当にバカだわグレイスが繰り返す袖にはたっぷり膨らみをつけて袖口はピロードのリボンで留めるのあなた今、バカって言ったわねどういうことあんた、ラムゼさんが紫を好きだって思ってるんでしょ私、昨日聞いたのラムゼさんがね 深い赤みがかった色が断然素敵だっていうのをね私気にしないわメイダが言った私は紫の方が好きなの紫が嫌いな人たちには道の反対側でも歩いてもらえばいいだけのことよどうやら結局のところ紫を信奉する人間は軽度の妄想に陥りやすいということになりそうだ 若い娘が自分に似合う似合わないにお構いなくまた周囲の意見に耳も貸さずに紫を着られると思い込んだ時実はそっと危険が忍び寄っているものなのだそれは皇帝がその紫の衣を未来永劫の衣と思い込んだ時と同じことだメイダは8ヶ月の間生活を切り詰めて 18ドルの金を貯めたその金で紫のドレス用に布地やら何やらを買い込み仕立て屋のシュレーゲルにも前金として4ドル支払っていた「感謝祭の前日にはシュレーゲルさんに手渡す4ドルのお金しか手元に残らないわ」でもその夜が明ければ新調したドレスを身にまとう祭日が待っているじゃない。 ここんなな素敵なことって他にに世の中にあるかしら。ビーハイブ商店の経営者バックマン老人は毎年感謝祭の日に従業員に誤算を振る舞うのが常だったそしてその後の364日間日曜日は除くにしても毎日毎日その祝宴の楽しさを語り 次の感謝祭への期待を抱かせることで従業員の労働意欲を鼓舞したのだった御三パーティーには長テーブルの一つを中央に置いて店内で催された正面の窓という窓には目隠し代わりに包装紙が貼り付けられ七面鳥などの料理は角のレストランから裏口を使って運び込まれた。 ご理解いただきたいのだがビーハイブ商店は例えばエスカレーターが備えられ紙をポンパドールに酔い上げた女店員が居並ぶといった流行の先端を行く百貨店ではなかった差し詰めそこはちょっと大きめの雑貨店といったところであった客は気軽に店に入り店員の応対を受け何も買わずに店を後にすることができるのだった。 ところで感謝祭のパーティーだがいつもラムゼイ氏は「おっとラムゼイ氏のことは真っ先に紹介しておくべきであった」「この人物ときたら紫がどうのこうの緑がどうのこうの」という以上にいや真っ赤なグランベリーソースさえも比較にならぬほど大切な存在なのだがラムゼイ氏はこの店の主任だったが 私のの知るる限り、信頼の受ける男だ。店内の暗がりで女帝員とすれ違いざま腕をつねるような真似など一度もしなかったまた店が暇で手が空いた時はいろいろ面白い話を披露してくれたものだが女帝員たちはクスッと笑って「しょうもない話ね」などと言うのだった紳士のラムゼ氏ではあったけれど 風変わわりで個性的な一面も持ち合わせていた。「健康にまつわる考え方ときたら奇人変人の部類に属し体に良いと言われるものは決して食べてはならぬと信じていた」「また人が安穏な暮らしをしたり吹雪の日に部屋の中へと逃げ込んだり雨よけの靴を履いたり薬を飲んだり何であれ自分を甘やかすようなことには絶対反対だった」 店には10人の娘が働いていたがその誰もがいずれはラムゼイ氏のお嫁さんになりたいポークチョップとフランドオニオンの食卓を二人で囲みたいといったささやかな夢を毎晩見るのだったというのもこのラムゼイ氏をバックマン老人は来年には共同経営者にすることにしていたからだどの娘も ラムゼー氏を自分がいとめた暁にはウェディングケーキで花婿の胃が持たれている間にあの突拍子もない健康感なんか吹き飛ばしてみせると思っていたラムゼイ氏は御パーーティーの仕切り役であった。その場にはいつもバイオリンとハープの二重奏を演じる2人のイタリア人が招かれちょっとしたダンスも催される。 そしてここでいよいよラムゼ絵氏を虜りこにすべく2着のドレスの出番と相なる1着は紫もう1着は赤もちろん他の8人の娘たちも一丁らを着てくるはずだがそれはものの数には入らないおそらく彼女らはシャツブラウスに黒のスカートくらいのものだろう そんなものは紫や赤の放つきらびやかさに比べれば月とすっぽんだ実はグレイスもその日のためにお金を貯めていたのだった既成のドレスを買うつもりだった何をわざわざ仕立て屋に頼むだなんてスタイルさえ良ければぴったりの服などすぐに見つかるものよ 既製のドレスは理想の体型で作ってあるんだからでも私の場合ウエストの部分をキュッと絞ってもらわないとね既製品でも私にはまだウエストが大きすぎるんだもの感謝祭の前夜となったメイダは店を後にすると急ぎ足で家に向かった楽しい明日のことを思うと身も心も軽やかだった 頭の中は紫一色。でも一皮むけばそこは純な白の世界だったもしも和ードにウキウキさせるものがなかったなら若さもしぼんでしまうものだがそんな気持ちの高ぶりを如実に示した青春の色だメイダは紫が自分に似合うことは承知していたそしてこれで千度目になるが 紫こそラムゼーさんが好きだと言った色で断じて赤なんかではないと自分に言い聞かせるのだったまず家に戻り薄紙にくるんで化粧台の一番下の引き出しの中にしまっておいた4ドルのお金を取り出したらシュレーゲルさんの店へ行って支払いを済ませこの手でドレスを受け取るのだ。 グレイスはメイダと同じ安アパートに住んでいた。彼女の部屋はメイダの部屋の上の階にある。メイダが帰宅すると激しく言い争っている声が聞こえてきた。バターミルクの角半歩をよろしく、バリ雑言を踊り場越しに轟かせている家主のおかの声がする。しばらくしてグレイスが泣きながらメイダの部屋へと降りてきた。 その目はどんな赤いドレスも歯が立たないほど真っ赤だ私に出て行けって言うのよあの鬼ばバばバったら部屋代4ドルが未払いだからって私のトランクを踊り場に放り出して中に入れないように部屋の鍵を閉めちまったほかに行くとこなんかないわよお金なんか1セントだってないんだから昨日はいくらか持っていたじゃないの。 メイダが言ったドレスを買うのに使っちゃったのよ家賃は来週まで待ってもらえると思ってたんだもの <laughs> グレイスの涙は止まらないそこにお出ましとなったのはいやお出ましとならざるを得なかったのはメイダのあの4ドルだった「恩に着るわ」グレイスが言った夕焼けの そのの顔に希望の虹が現れた。「今すぐあのオニババに払っていくそしたらあのドレスを着てみるわ」「絶対素敵なはずよ」「あんたも私の部屋に見に来て」「そうお金は返すわ」「週に1ドルずつ」本当よ「ほんとよきっとよ」「いよいよ感謝祭の当日」「パーティーは正午きっかりに予定されていた」「その15分前」 グレイスがメイダの部屋に顔を出した。確かにチャーミングね。赤はグレースにぴったりの色だわ。メイダは着古したウールのスカートに青いブラウスを着て窓辺に腰掛け、縫い物、あやぎする、刺繍をしているところだった。あらまあ、あんたと来たらまだ着替えてないんじゃないの。赤い方の娘がかんだかい声をかけた。 私背中の方はどんな具合かしらこのビロード飾りすごく活かしてると思わないそれにしても何でまだ着替えもしてないのよメイダドレスの下って間に合わなかったの私パーティーには行かないメイダが答えたあらそれは残念だわ本当に残念だわメイダでも何でもいいじゃないのそこらにある服を着て行ったらどうなの どうせお店の人たちだけなんだし誰も気にしやしないわよ私紫のドレスを着ていくことに決めていたのそれが着られないのなら行くつもりなんかないわ私のことなんかに構わないで急がないと遅れるわよその赤いドレスとってもよくお似合いよメイダは窓辺に腰掛けたまま 昼までの長い時間をやり過ごしやがてパーティーの時間も過ぎていった彼女の耳には仲間の売り子たちのキャキャ言っている声やらバックマン老人が自分の口から出た意味慎重なジョークに真っ先に大笑いする声が聞こえるようでもありまた彼女の目には感謝祭の日にしか店に姿を見せぬ 太ったバックマン夫人を飾り立てる数々のダイヤモンドやら皆に気を使いながらこまめに動き回るラムズイ氏の姿やらが見えるようでもあった午後の4時無表情な顔のまるで世紀の消えたメイダがとぼとぼとシュレーゲルの店へと出向き仕立て代の残金4ドルが払えないことを伝えた。 かを言うでねシュレーゲルが怒鳴りつけたお前さんどうしてそんなにふさぎ込んだ顔なんかしとるんださっさと持っていかんかし上がっとるんだから支払いなんぞあとでいいんじゃお前さんがこの2年間毎日欠かさずこの店をのぞき込んどったのをわしが見ておらんかったとでも仕立て屋なんぞにゃ人様の気持ちはわからんとでも 金ならできた時に払ってくれればいい。さあこいつを持ってってやってくれ出来は上々。あんたがそいつを着て美人になってくれたらそれでいいんじゃそうさ金なんか払える時に払ってくれればいいんじゃよあふれる感謝をやっとの思いで言葉にした芽ダであったが それとて、今の気持ちの100万分の1を表すにも及ばぬほどであったメイダはドレスを抱えて店を飛び出した降りしきる雨が彼女の方を打ったメイダは微笑み雨など感じなかった馬車に乗って買い物に出かけるご婦人たちよあなた方にはわかるまい洋服代を 不のつけにするような姫にたちよ。あなた方には理解への一歩を踏み出すことすらできますまい。感謝祭のこの日、降りしきる冷たい雨をどうしてメイダが感じなかったのか、理解しろと言ってもそれは無理というもの。5時、メイダは自分のものとなった紫のドレスに着替えて通りへと出た。 激しさを増していた雨が横殴りとなって情け容赦なく彼女を打ち着けた道行く人々はしっかりと傘の柄を握りレインコートのボタンをきっちりかけて急ぎ足で家や停車場へと向かっていったその人たちの多くがこの不思議な光景に紫のドレスを身にまといまるで夏空の下 庭園での散歩を楽しむかのように嵐の中を歩いているこの美しく穏やかな幸せそうな目をした娘の姿に驚きの目を向けた財布が札束で膨らみ洋服などをいくらでもお持ちのご婦人方よ皆さんにはわかるまい来る日も来る日も美しいものに恋焦がれて暮らすということがどんなものであるのか ただ、一着の紫のドレスをたった一日の祝いの日に合わせて着るために8ヶ月もの間食うや食わずの生活を送るということがどんなものであるのか皆さん方にはわかるまい。雨が降ろうがひょうが降ろうが風が吹こうが雪が降ろうが竜巻が起きようがそれが何だというのだ。メイダは、 傘もささず雨よけの靴も履いていない紫のドレスを身につけて通りをかっ歩していくメイダ雨よ風よ好きなだけ暴れるがいい年に一度くらいは飢えた心にひとかけらのパンをあてがってやってもいいではないかメイダの体を雨が伝え指先から滴たたり落ちていくくるりと角から飛び出して メイダののを防ぐものがあった見上げたメイダの目にラムゼイ氏の瞳が映ったそれは驚嘆と魅良の光を放つ瞳であった「おやあメイダさんじゃないですか」ラムゼイ氏が言った新品のドレスに身を包んだその姿はただただ素敵としか言いようがないがっかりしていたんですよ 今日のパーティーにお見えにならなかったものだからこれまで私が出会ったどの女性よりも素晴らしい感性と知性があなたには備わっているこんな天気をものともせずに外を歩くくらい体によくって気分いいことってないですからね今のあなたのようにこれから先お供をさせてもらっていいんですか 途端にメ生ダはポット方法をあからめくしゅんと一つくしゃみをした。